皆さんこんにちは。認知症介護ラプソディラジオの認知症介護ラプソディのメインパーソナリティの早見優です。はい、そして私はサブパーソナリティの高橋明美です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。明美ちゃん、なんかいつの間にかね、ラジオを始めて今ちょうど1年になりましたね。なったね。あの初めての出会いから、気がつけばそうよ。初めはなんか2人が全く噛み合ってないとか、よそよそしかったですもんね。そうそうそう、言われてたんだけど、いつの間にかもうこんなためみたいになっちゃって、ちなみにゆうさん、今年の抱負覚えてますか？そう、今年の抱負ね、なんか聞き返したら、なんとね、漫才をやっていきますって、なんかもう口から出まかせみたいに勢いで言ってたんですよ。全然覚えてないですけどね。いや、私ちょっと覚えてて、いや今ね、この YouTube っていうね、土俵をいただいて、こう今その漫才をやるっていう時が来たんじゃないかすごい今思ってて。ちなみに目標とする漫才師さんっていらっしゃいます？何今行くよ来るよ、ちょっとそれ年代が、うなばらなんだっけ、うなばらはるかかるたはね、ちょっとあの古い古いね、もう分からない今の漫才師、今ナイツさんとかね。ああ、じゃあそんな感じで明美ちゃんにガンガン言ってもらいますので、皆さんこのコロナの時代ね、明るさをねみんな求めてると思うんですよ、だからもう明美ちゃん明るいに美しいっていう名前なんでね、名前負けしないように頑張りたいと思います。ご両親も本望だと思う。明美ちゃん明るさバーンって出してもらったら、じゃあ明るく元気にやってまいりますので、皆様よろしくお願いいたします、よろしくお願いします。